どうした、バグってんのか、この人バグってはる。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーとジャイのトニーです。ですね、たった今死神の盾のレシピを手に入れましたね。あのね、紫色のあのマーマン、あれね、名前なんて言うんかな、まあ戦ったんですよ。ほんだらね、さっきのレシピをひらめきましたね。ここザブザブ島です。ちなみにまあ地図はでもこれランダム生成なんで、まああれなんですけども、まあとりあえずここで紫色のマーマンを倒すと手に入りましたね。ですね、このマーマンなんですけど、あーちょっと待て、てめえ説明するときにそれをやめてくれ。いい、おびき寄せてきた方がいいですね、陸の方に。こうやって微妙に離れたらあいつ寄ってくるんで、そうこんな感じでこうおびき寄せる、陸までおびき寄せましょうね。これでこの辺ですかね。あーこの辺、あーいい、こういうのいい。でまあこうやってね、まずはこう足場作りですね。はい、でもうね、こうやって陸まで来たら、とりあえずさっき足場作りして、自分のここもう一個欲しいですね。あ、間違った、よいしょ、まあ、これぐらいがいいかな。よいしょ、まああとは余裕なんですよね、これ。よいしょ、でね、マーマンが離れてきたらもうその都度こうちょっと近寄るみたいな、こっちからこう足場を組み立てて近寄っていって戦うみたいな感じですかね。結構ね余裕なんでね、この人で。ちなみにね、これ壁に逃げなくても全然余裕なんでね、これ座れててもちょっと吸い込まれますけど、あ、離れますねこの人。自分から近づいて攻撃ですね。よいしょ、ちょっと沈み気味ですね。もうちょっと高いところまで来てくれたら楽なんですけど、あー、もうやっぱりあれ以上は何もないのね。黄昏れてますね。いや、これもしかしたらゴルドンかもしれないですね、これ。こっちの方が効くんかな。うわ、びっくりした、でかっ。ちょっと待って、うわ、びっくりした。彼は何をくれるのか。当たらないね。ほら、もっと深く掘らないといけないの。ゾコラッセ、バグってるの、なんかバグってるみたいだけど、彼大丈夫かな。いけ、当たらないの。あれ、これ当たらないの、この人。当たらないのこれ。彼にとって有効的な何か、何をセットしていくのかな。おい、爆弾で、はい、でも全然効いてないけどね。よいしょ、どうした、バグってんのか、この人バグってはる。あ、いいじゃん、あ、このまま、あ、いい、相手なんか挟まってる。皆さんこういう戦法ですね、ゴールドマンと戦うときは。あ、痛いわこれ、これ、それは痛い、それはダメ、それは痛い。さあ、カモンレシピ、いいレシピ、きた、3225EXP、三鏡の盾。ゴルドンの場合はやっぱりこういう形ですね。一旦ちょっと低いところに落としさせて、というか海に一旦落として、でそこからこいつ自分自身のパンチでこう陸地を潰させて、ほんで勝手にねこうやってはまってくれるんで、ゴルドンはこういう戦い方が一番ベストですかね。
それでは皆さんご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感謝な高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではトニーでした。またね。さてと、エッチなライトを探しに行きますよ。